ウェーンズビルはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部ヘイウッド郡の町であり同郡の郡庁所在地でもある2010年国勢調査での人口は9869人だったヘイウッド郡では人口最大の町でありアシュビル市より西の州内でも最大であるアシュビルからは南西に約30マイルにありクレートスモーキー山脈とブルーリッジ山脈に 挟まれている。ピスが国立の森の外側にあり、グレートスモーキー山脈国立公園とブルーリッジパークウェイが近い。ウェーンズビルとヘイウッド軍は4つの軍で構成するアシュビル大都市圏に属しており、ノースカロライナ州では第5位の都市圏である。都市圏の中ではアシュビル市とヘンダーソンビル市に次いで第3位の自治体である。ウェーンズビルの町は1810年に アメリカ独立戦争の軍人だったロバート・ラブ大佐によって設立された。ラブは軍庁舎、監獄、公共広場のための土地を寄付し、戦時の上官だったマット・アンソニー・ウェイン将軍にちなんで町の名前をつけた。ウェインズビル町内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、ブーン・ウィザーズ邸旧市民信託銀行ビル、フロッグレベル歴史地区。 ヘイウッド軍庁舎、アルデント・トマシン・ハウェル邸、マソニック・ホール、チャールズとアニー・クイン・ラン邸、クライド・エイチ・レイシニア邸、フランク・ス・マザーズ邸、スプレッド・アウト歴史地区、ウェインズ・ビル、町役場、J ・ハウェル・ウェイ博士邸、ウェインズ・ビル・メインストリート歴史地区がある。ウェインズ・ビルは南北戦争の東部戦線では、最後の、おそらく最も異常な小競り合いが起きた場所でもある。 1865年5月6日、北軍のウィリアム・シー・バートレット大佐のノースカロライナ第2騎馬不評連隊が地域の経済基盤を破壊する別の行動の中で襲撃、略奪、家屋の焼き払い、戦闘を行っている時に地元から救援を要請されたトマス・リー・ジョン・オブ・ハイランダーズの文献隊からホワイト・サルファー・スプリングスで攻撃を受けた。ミシシッピ・川ワでは トマスリージョンが南北戦争で最後の発砲を行ったことになった。このリージョンはチェロキー族と白人の兵士で構成されていた。これら兵士の中には1864年のバレー方面作戦でジュバルアーリー少将の下で仕えた者たちもいたが、北軍に対抗してゲリラ戦を行うためにその生まれ故郷であるノースカロライナ州の山岳地に送り返されていたものだった。 混乱した北軍兵士たちがウェーンズビルに撤退し、5月6日夜にトマスリージョンの残存部隊が街を取り囲んだ。兵士たちは街を見下ろす尾根の上で多くの焚き火を焚き、北軍兵を脅すために時の声を上げた。翌日、南軍の指揮官、ジェームズ・グリーン・マーティン将軍とウィリアム・ホランド・トマス大佐が北軍と降伏の交渉を行った。 この二人の指揮官はすでに、ロバート・イーリーとジョセフ・ジョンストン両将軍が降伏したことを知っており、戦争を続ける意味がないこともわかっていた。ウェーンズビルの町は1871年に法人化された。1995年7月、ウェーンズビルとヘーゼルウッドの町が合併して一つの町となり、成長が続いて、現在の人口約1万人の町になっている。 フロッグレベルにあったウェインズビル鉄道駅1890年代、ウェインズビルは1884年に鉄道が開通した後に発展を始めた。町から西へのアクセスが明けて、ウェーンズビルとヘイウッド郡の農業、製材業、観光産業が繁栄を始めた。ウェーンズビルの地域は北西のリッチランドクリークに沿い、メインストリートから下り坂になっており、そこに 鉄道の線路が敷かれた。この時までの地域は基本的に湿地であり、建物がバラバラにあるだけだったが、大きな発展要素はなかった。鉄道の駅が建設され、列車が到着すると、その部分が発展した。そこは、フロッグレベルという名前で呼ばれた。リチャードクリークに沿う低地にあったので、洪水が起きるときは、河津の水準となるので、地元でそう名付けられた。 ウェーンズビルの中心街とフロックレベルの商業中心が1940年代まで社会的生活、交通、卸売と小売事業の中心であり続けた。1930年代と1940年代のフロックレベル地域での事業には金物店、農機具、石炭販売、自動車ディーラーとかレージ、家具店、雑貨卸売所、倉庫と木材会社があり、 全ての事業が鉄道に依存していた。住民の多くにとって自動車が交通の主要手段になると鉄道はその重要度を減らしていった。これに伴ってフロッグレベルからも事業が離れていった。1949年最後の旅客列車が運行され貨物列車は1日2回フロッグレベルを通過するだけとなりほとんどの列車はシルバ町まで進んだ。 1980年代までにウェインズビルの鉄道は、サザン鉄道会社の体系に取り込まれた。最初の駅舎は1900年に消失し、次に建てられた駅舎は1987年まで残っていた。ウェインズビル町は、北緯35度29分00秒、整形82度59分40秒。 三十35.483226度整形82.994511度35.483226-82.994511に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は7.8平方マイルであり、すべて陸地である。ウェーンズビルの街の大半は標高2500内市3000フィートにある。周りは、 標高6000フィートの山々であり、その間のバレーに位置している。ウェーンズビルの中心街にある旧ヘウッド群庁舎の地点について、アメリカ地質調査所による測量標識では、標高2752フィートであると記されている。2012年の中心街ウェーンズビルの流域は、町の南西にあり、アレンズクリークの水源にある、町有地、 広さは8400エーカーあり、町の広さ7.8平方マイルよりもかなり大きい。この流域内にある小川はアレンズクリークをせき止めたダムで作られた広さ50エーカーの人造湖ウェインズビル貯水池に流れ込んでいる。この貯水池と周辺の流域はノースカロライナ州によって WS-1 に分類されている。この分類は州内で最も厳しいものであり。 流域内の開発を禁じるものである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウェーンズビルは、スモーキー山脈への入り口を自称しているウェーンズビルは、ノーホークサザン鉄道が1日に便貨物列車を運行している。グレートスモーキー山脈エクスプレスウェイによって、週間高速道路40号線や、ノースカロライナ州の南西部に接続され、テネシー州、 ノックスビルや州内のアシュビルに容易に行くことができる。アシュビル地域空港やノックスビルのマギー・タイソン空港が近くにあるので、ヘイウッド群には空港がない。アシュビルは車で東に30分、ノックスビルは西に同じく1時間半の距離である。グレートスモーキー山脈エクスプレスウェイはシルバとウェストウェインズビルに近い出口98番の 間で4車線上下分離港規格道路である。週間高速道路40号線は、関東の近くで4車線自動車専用道である。ウェーンズビルを抜けるときは、ヘーゼルウッド、ウェストウェインズビル、ラスアベニューに出口がある。ウェーンズビルの南西15マイルにあるコールド山は、ピスガ国立の森の中にあり、南北戦争を題材にしたチャールズ・フレイザーの小説。 コールドマウンテンに描かれて有名になった。この小説の本案映画、コールドマウンテンが2003年にミラマックス映画が制作した。1996年の映画、マイフェローアメリカンズはノースカロライナ州の西部で撮影された。ジャック・レモンとジェームズ・ガーナーがファストフードレストランの駐車場で車に乗っている時に追跡され、 巨大なピエロの標識が車の窓に飛び込んでくるシーンが、ウェーンズビルのラスアベニュー、元、ロング、ジョンシルバース、原子 CELLUARSALES.com ベライゾンワイヤレスのフランチャイズで撮影された。1980年代の BQA 映画、オーバーザサマーは、ヘイウッド軍生まれのバフィクイーンが制作し、すべてフロッグレベルで撮影された。 俳優のギグ・ヤングの本名は、バイロン・エールス・ワース・バーであり、グリーンヒル墓地に埋葬されている。A.B. アメリカン・ファクト・ファインダー。ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー。2008年1月31日、閲覧。U.S. ボード・オン・ジオグラフィック・ネームズ。ユナイテッド・ステーツ・ジョバロジェクル・サーベイ。2008年1月31日、閲覧。ファインド・ A ・カウンティ。 ナショナルアソシエーションオブカウンティーズ2011年6月7日閲覧ナショナルパークサービスナショナルレジスターインフォメーションシステムナショナルレジスターオブヒストリックプレーセズナショナルパークサービス2020年10月12日閲覧ナショナルレジスターオブヒストリックプレーセズリスティングス NRHP フィーチャードプロパティナショナルパークサービス 2015年11月13日、閲覧。U.S. ギャザティアファイルズ、2010、2000、&1990。United States Census Bureau、2011年4月23日、閲覧。ナオダタ、ノアオンラインウェザーデータ。ナショナルオーシャニック、アトモスフェリックアドミニストレーション、2012年12月1日、閲覧。アニュアルエスティマイツ。 オブザレジデントポピュレーションフ4インコーポレテッド、プレーセズ、エイプリル1、2012、ジュライチ、2014、2015年6月4日閲覧。センサスオブポピュレーションハウジング、センサス .gov、2015年6月4日、閲覧。ありがとうございます。